ワンツーエイサー、この時間はエイサーの歴史、起源などの、ま、豆知識を紹介し、またエイサーに関する旬な情報を提供する番組です。リスナーの皆様からのエイサーに関するご意見、質問、情報をお待ちしております。メッセージの宛先は761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。ファックスナンバーは0989348653、 0989348653 番です。そしてエイサーやのフェイスブックでもメッセージを受け付けております。皆様からの貴重なご意見お待ちしております。ワンツーエイサー、この時間は一般社団法人沖縄市観光物産振興協会エイサーやの提供でお送りいたします。今週のお相手は FM 小座めぐみと、はい、エイサーの宮城隆史とおはようございます。旧三里村沖縄市松本からやってきました前平隆史、年度年齢40歳、よろしくお願いします。イエーイ。いや、噛んだね、いきなり初だったのに。そんなことないですよ、はい、気のせいです。だミミリーはハギジョビを一発目よ、新年。皆様からちょっとね、分かる方もいますけれども、もうデージよ。ねえ、ミミリさんじゃないことがもう早くもバレてしまったね。じゃなかったね。あら、ミミリじゃない。いや、じゃない、すいません、めぐみですねえ、もう年度末、あ、年度末っていうさ、末じゃないですよ、スタートしてますよ、もう終わる人もに、はいはい、早いですね。ねえ、もう年度始めと言うんですけれども、1回目なんですけどね、はい、また初ですよね、めぐみさんね。そうなんですよ、うん、ちょいちょいね、スタジオには遊びにいますけれども、よ、ね、はい、よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。で、今日本当はほら、はい、もうミリ死んだって書いてあるけど、ね、かわいそうだよ、もう生死問題ですか、はい、いや、多分どこかで生きてると思いますよ。はい、きっとどこかで生きてる。じゃ、昨日さ、本当はだから、はい、俺今日ミミリだったら、はい、昨日彼女新報のつったそうですね、新報のつかちょっといじってやろうかなと思ったんだけど、あー、じゃあラジオを通していじってあげてください。いや、もうこれ聞いてないでしょ、もうスターになりすぎてこの番組はもういいってことね。そうですね、もう先月から何回も出てないからね、うん、ね、最終回もいないからね。もう池次郎さんか、もうミクでお願いしますそんなミクも今日いないけどね。そうなんですよね多分私も今日だけだと思いますけどねいいですよ、構わない、そうそうそう、もうこんな感じなんですよ、FM 小沢、すいませんね。エサヤのコーナーは別に誰が来ても問題ないと、はい、僕たちは勝手に進めていきますので、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。もう最悪いなくても大丈夫ですと、マジですか、僕はそう思っております。もう竹井さん、よろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、じゃあ早速それでは行きましょうか。いいですか、はい、お願いします。はい、では早速このコーナー行きましょう、はい、エイサー豆知識のコーナーでーす。よいしょ。さあ、今日はどのような豆知識を。じゃあ、たけしさん、はい速攻、うん、はい、速攻なんだ、ワン・ツー・エイサーもですね、ワン・ツー・エイサーもね、第3シーズンということで、はい、24を抜かそうという勢いで、ね、はい、来てるね、やばい。ロッキーは どこまで行きましたかね。ロッキー、ロッキーファイナル、はい、あ、分からん分からん分からんだってもうアポロの息子来てるから、もうなかなかもう行ってるでしょ。それはちょっと恋したいなという勢いで3年目やっていきたいなと思うんですけども伝わりづらいな、OK、このワン・ツー・エイサー、ちなみにこの番組名なんですけども、はい、改めまして、うん、1・2と書いてワン・ツーなんですけども、はい、ワンとワンと僕と、あ、ワンと、まあ、俺ととかね、はい、私とエイサーという、はい、この方言のワン、うん、自分のね、ね、自分って意味ですよね、英語で言うミー、のワン・ツー・エイサーということで、はい、ワン・ツー・エイサー、ツーがね、まるまるとということで、ね、そうですね、ツーっていう風な発音じゃないということをですね、3年目にしてはまた改めて紹介します。なるほど高橋さん笑ってますけどいや、あんまり面白いなと思って笑ってもいいかなと思って、これ考えたら僕じゃないですからね、ちなみにあ、OK、話しろやすたかっていう、面白かったいるんですね、はい、ワン・ツー・エイサー、まあ、改めて3年目ということで、はい、ね、初めて聞かれる方もいるでしょうし、
去年聞いてた方がもう離れてしまったっていうこともあるでしょうけどMC だけではなくてまああのね、新入学生とか、はい、あの大学生とか車に乗っててラジオ初めてつけたらやってるとかね、はいはいはい、あと沖縄市の方に転勤だとか出勤が決まってこう車で来てるっていう人もいるでしょうから、この時間か、うん、そうですね、はい、あのということでこの番組そしてエイサーをですね今日はちょっと紹介しようかなと思います、はい、お願いします、はい、このエイサー情報発信ラジオ12エイサーはですね、はい、あのまあ、エイサーに関するもう本当に超基礎的な、豆知識からあと深い上級な豆知識までをこう紹介しながらですね、はい、うんうん、まあ、あとリスナーの皆さんはじめね、FM 小座で言ったら池城さんも、はい、ミミリーもミークも皆さんにですねこのエイサー親方になってほしいなという思いでですね、はい、やっております。エイサー親方ね、もう誰一人なりきれてない気もするんですけどね、はいはい、うん、まあまあそれだけ険しい道だということで、まあ、たくさんの、ね、はい、方と関われるということがいいことですよね。これからなっていけばいいんですよ、うん、大丈夫です、うんうん、はい、で、そういったもうエイサーの知識から、うん、あとはもうやがてシーズンが始まろうかとしてますけども、はい、県内いろんなところ県外でもエイサーの関するイベントとかありますよね、うん、そういったイベント情報をこうしっかりとお届けしてこの番組を聞けばですね、うんうん、エイサーのことも知って、うん、エイサーを見るのも楽しくなるし、うんうん、エイサーのイベントもこう知ることができるしということで、うん、もうエイサー尽くしの1年間を皆さんに送っていただこうという、うん、めっちゃ爆笑してる人がいるワントゥエイサーでございます。うんうん、マジでだな。じゃあね、ここはあの報告書に書かないといけないことなので、それ大事です、大事です。僕たちずっとふざけてないですよ。これちゃんとあのお偉い方が、はい、はい、あのチェックされますので。なるほど。はい、ということで、うん、だから皆さんからもですね、エイサーに対する質問とか、はい、あと疑問、はい、あとエイサーにまつわる思い出。青年会やってたよとかね、うん、私の初デートは全島エイサー祭りでしたとかね、うん、などなどエイサーに関するものでしたら何でもいいので、うん、メッセージを今年はですね、うん、たくさんいただきたいなと、はい、まあ、ツイキャスからもねたくさんいただいておりますけども、はい、あのアドレスの方にもいただけると、あ、はい、FM 講座のね、はい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 、ぜひとも、まあ、あの全然あのエイサー関係ないメッセージも OK なんですけども、うんうん、はい、できればエイサーに関するそうです、ね、キーワードも入れていただけながら、はいはい、いただけると、はい、皆さん楽しくやり取りしながらいきたいなと思いますのでよろしくお願いします、はいはい、でですね、それをやってる僕たちエイサー屋なんですけども、はい、沖縄市観光物産振興協会っていうところがありまして、はいはい、知ってますか池城さん。もう一回言ってください、はい。沖縄市観光協会、沖縄市観光物産振興協会知ってますかって今竹内さんが言ってました。あ、場所がってこと？竹内さん。1回目ぐらい、1回聞いたぐらいかな。どんな感じの人たちなのかなということを知ってるかなと思って。観光協会の人たちが。観光協会の人たちが、はい、なかなかレベルが高い。あ、そうだね。はいはい。これはお前やお。まあまあいいか。どうぞ。はい、その沖縄市観光物産振興協会、まあいわゆる観光協会ですね。はい。はい。の僕たちはスタッフで、でエイサー屋を担当してるんですけども、はい、このエイサー屋はですね、沖縄市を中心に、市内に限らずエイサーに関するいろんな資料とかですね、情報を収集して、まあ、この集めた資料とかはまあ一部展示したりとか小説 で、うんうん、であとこういうラジオとか Facebook を通じて皆さんに紹介したりとか電話での問い合わせに対応したりだとか、うんうん、それエイサー情報を発信 しながらですね、うん、あとまあいろいろやってます、いろいろ、はい、この辺に関してはですね一言、はい、あのおいおい紹介していければなと、うん、まあ、まあまあ一つ挙げるとすればエイサー体験ね、エイサー体験、修学旅行生ですとか、はいはいはい、あやってますもんね、出張ね、そうそうそう、出張もやってるしね、うんはい、ミュージックタウンでもやってますよ、やってますよ、うんうんうん、そういったエイサー体験の受け入れですとかをやってますので、はい、誰と思ったった、バイクが通ったからあれかなと思う、エイサー体験あれかな、受け入れもやってますんで、あと、市内小中学校でのエイサー講座とかね、うん、そういうのもやってますんで、うんうんうん、はい、この辺はですね、はい、はっきりしたいまた皆さんにお伝えしたいなと思います、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、はい、ありがとうございます。
豆知識は以上でいいですか、はい、以上ですか、以上ですなんか今日、まあいいや、はい、大丈夫か、さらさらっていきますか、はい、大丈夫ですか。じゃあ続いて、もう時間もね過ぎてきてますのでね、はい、ちょっと続いての、コーナーに行きたいと思います、はい、エイサー Q&A 目指せエイサー上方、よいしょよいしょ、じゃあもうめぐみさんにはね、慶応新年度ね、はい、一発目ということなので、うん、はい、ぜひね、間違った回答はしていただきたくない、なんと正解してほしい、超初級編からまたスタートしますから、原稿見ないで、もう見ちゃった、もう、見ようかなってした、ダメ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 、これ原稿ちょっと答え載っちゃってるから、あ、そうですね、はい、じゃあいきますよ、早速、はい、じゃれん、ででん、問題、現在エーサーに読めないな、親しむ、うん、現在 A さんに親しむ人はどのくらいの範囲で広がっているでしょうか。1、沖縄県の一部、2、沖縄県全体、3、日本全国、4、世界中で。さあ、このね、 A さんに親しむ人どんだけいますかとなんと、沖縄県一部なのか、県全体なのか、全国なのか、ワールドなのか、はい、答えどっち。そりゃ迷うけど、4番でいきましょう。世界中で、世界中でちょっと行ってほしいですね、これはね。ファイナルエーサー、ワンズだね、ワンズ、ワンズ&中山美穂だね、世界中の誰よりも、ファイナルエーサー、うん、ファイナルエーサー、ファイナルエーサー、うん、はい、めぐみさん、あ、違う、ファイナルエーサーって言うんだよ、ダメ、ダメ、ダメ、先に正解を言っちゃった、自分で答えて自分で正解出すよ、自分すごいな、新しいシステムなんかそれ、もうね、あの気持ちが先走りすぎた、なるほどなるほど、まあまあピコピコピコン正解です、あー、よかった、はい、世界中でね、これあのもう旧暦のお盆のね行事なんだけども、エーサーってね中心に、ほら旧暦のお盆を中心に地域の芸能とし て、 して、はい、親しまれてきた、はい、エーサーなんですけども、うん、この今ではね、うん、あの県外、まあ、もちろんね日本全国でもありますし、海外にまでもね、はい、多くのファンがいるということで、世界中で演じられていると、はい、で、そこで、ね、今しっかりとエーサーについての知識を多くの方に伝えることが非常に重要になってきていると、はい、いうことですね、素晴らしいっていう解説がありますので、はいはい、読みました、素晴らしい読み方でした、はい、ありがとうございましたこれ、まあ、新年度一発目の問題としては、あ、よかったですね、なかなか初級かなと、はい、ちょっと難しかったんですけど、はい、また来年の3月までにはどんどん難しくなっていくと思いますので、はい、はい、頑張ってほしいと思います、目指して、はい、うん、はい、ありがとうございます、はい、以上ですね、それでは、はい、もうちょっとね時間も過ぎてきてますので、うん、はい、インフォメーションだね、はい、はい、インフォメーションをお願いいたします、はい、ね、エーサー会館準備室じゃなくてエーサー屋ではですねあのエーサー屋、エーサー屋に関するじゃない、もうダメだエーサーに関する資料や、ね、情報を提供してくださいというお願いもしていますので、ね、よろしくお願いしますと、はい、で、あの、あと、ね、沖縄市ね、先週も言ったんですけど、町ゼミっていうのがあって、うん、あの、うん、商店街の人たちとかがですね、みんなでグー組んでですね、まあ、面白いことやりましょうじゃないかということでやってます。で、観光協会の僕たちエーサー屋ではですね、あの沖縄市に A坊っていうエーサーの PR するキャラクターがいるんですけど、はい、いますね、彼が、ね、遊びに来てくれるということで、あら、いいですね、エーサー屋の方でですね、A 坊と遊ぼうという企画があって、あのお絵描きとかですね、もしかしたら、うん、だるまさんが転んだとか、何かそんなミニ、A 坊と、はい、ミニミニゲームもやるかも、やるということで話が出てますの で、 それが4月の、9日の土曜日 と、17日の日曜日で、どちらも10時と11時からの1時間で、午後がですね、午後2時から3時までの1時間というものがあります。で、これはですね、親子5組の、限定になっているので、もし遊びたいな、エーボと一緒に遊びたいなっていうお母さん、お父さん、おじいちゃん、はい、おばあちゃんはですね、うん、エーサーに電話してほしいんですね。で、番号が、はい、098-989-5066、 098-989-5066になってますので、ぜひ問い合わせください。はい、よろしくお願いします。ちなみに参加費は無料です。お、はい、嬉しい。はい、よろしくお願いしますね。ありがとうございます。ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、はい、以上ですね。以上ですか。これも改めて次でもう一回言おうかな、はいはい、そうですね、うん、じゃあそれではじゃあエンディング、ツイキャスもメッセージ後で紹介しましょうね。はい、後でね、はい、みんな紹介しましょうね。ダニ人間から来てますよ、はい、実さんね、はい、気になるところですが、はい、それではもうエンディングとなりました、はい、今日も多くの皆様のご参加ありがとうございました、はい、エイサーヤでは資料展示やグッズも取り扱っています、うん、
間に合わないので、うんうんうん、はい、この番組は沖縄市観光物産振興協会エイサイアーの提供でお送りしました。それではせーの、エイエイボー。サーカイ館準備室エイサイアーでは、資料展示やグッズ